どうも、お疲れ様です。そっか、塾の久保です。まあ、人はね、その進捗に応じた力量ってものがあって、やっぱりいきなり10ラウンドは戦えないんですよね。でも、一つのキーワードとして、君にも10ラウンド戦えるようになるよっていうふうに声をかけることがあります。でも、それっていうのは、ただし、まずは1ラウンドをこなそうねとかね。 1>, 1ラウンドもまだ十分に立てないじゃないかなっていうふうな現実を見せないといけないと思いますんで、将来的には10ラウンド戦えるかもしれないよねっていう意味を込めての、君だって10ラウンドできるよっていうことなんですよね。だからそれが、例えば、ね、あなたも3年で1億稼ぎますよって言葉にはなるんですけども、ただし3年で1億稼ぐんだったら、今日の時点でこれはこなしとかないとっていうふうに、やっぱなるんですよね。で、そう考えていくと、 あの、やっぱり信じるってことはすごく大事だし、信じさせることはすごく大事なんですけども、ただね、勘違いさせちゃいけないし、過信させちゃいけないんですよね。あ、俺は大丈夫なんだと思って、結局やらなくなる人になっちゃダメなんで、ただしきついよ、とかね。これができないんだったら君は、あの、まあ、100万で終わっちゃうよ、みたいなね。まあ、そんなことになるんで、あの、宇宙天にはならさせちゃいけないかなと思いますし、その、妄想を信じさせちゃいけないかなと思うんですよ。 うん、ただしただしですよやっぱり1,500円をちゃんと稼げる人とかその案件を積み重ねて10万人できる人っていうのはこれは私はその時点で君なら1億いいけるっていう,ふうに太鼓板をしますよねただやっぱり何もしてない人にできるよっていうふうに掛け声はかけますけどもでもやっぱり同時にでも今のままじゃねっていうふうに、まあ、厳しく締めないといけないところもあって、うん、だからこっちでまあ手綱を持つみたいな言い方になりますけど手綱を持ってこっちでね あのはいよって引っぱいてみたいな感じですね。無ちを打ってみたいな感じですよね。で、そういうふうに操作して、たまには休憩も取らしてみたいなことをして、たまには手綱を話してみたいな感じですね。で、本当に丁寧に丁寧にやっていかないと、うん、いけないのかなとですね。特にそれを感じたのはね、生活保護の方なんですよ。生活保護の方で、しかもうつ病を患ってらっしゃる方って、あまりやれやれって圧力をか,かけるとね、それによって潰れてしまうんですよ。うんで 人によってはね、頑張れっていう言葉で頑張れなくなるっていうところもあるんで、だから自主性に任せながらも、でもこれはやろうぜみたいなね、そのさじ加減なんですよね。だから信頼関係を積み重ねていって、その上でね、本当に信頼しなくちゃいけない人は誰なんだろうかなっていうふうな問いかけもしなくちゃいけない。例えば生活保護の方は必ずケースワーカーさんがいらっしゃるんですよね。だからケースワーカーさんとはちゃんとやりとりしろよと。 俺なんかよりもその人の言うことを信じろって。ただし、ただし金を稼ぐことに関しましては、ケースワーカーさんは当てにならないよと。ケースワーカーさんは、どんなに頑張っても申し訳ないけども、年収1000万いかないんだから。その人にお金やビジネスの相談してもダメだよと。ただしね、どうやったら、あなたの生活スタイルとか、精神的な安定を保つかっていうのは、担当医とか、ケースワーカーさんにちゃんと聞かないと。っていうことなんですよね。そこはこっちが出しゃばってはダメなところかと思います。 もちろん私は介護士もやってますし医療の心得も多少ありますけどもでも専門家ではないんですよね免許を持っていないので免許を持っている人よりはそのレベルが低いわけですよあとはケースワーカーさんのように生身で触れて何かをやったりとか実際にその生活保護の方が暮らしている住環境をチェックして性格を捉えているわけではないんですよね私に分かるのはメールを送れた時の文章動画で送ってくれた時のその限られた画面だけなんで そういった意味で言うと自分が何もかもこの人の面倒を見れるっていうふうには思わないですね。でお金を稼ぐって言っても生活環境が整っていて心配事がなくて誰かといさがいが起きてないっていう状態じゃないとやっぱりビジネスを取り組めなかったりしますしその辺が見えてないわけなんですよ。だからどっちかっていうとビジネスのことばっかりで追いまくるようになりますけどもやっぱりその発信をね受け取ってる方としては、うん、結局何も分かってないのに。 ビジネスをやってる人のプロ目線でしか言ってくんないなっていうことで突き放されてしまうような感覚があるみたいですよね。もちろん、あの、やっぱビジネスをやりたいんだったらそれ以外はもうね、後回しにしてついてこいみたいなこともあるんですけども、でもそれでうまくいかないわけですから指導方法としては違うのかなっていうふうにやっぱり自問自答するところもあったりね。うん。これは難しいって一言で片付けちゃダメなんで、あの、今まで本当にね、あの、 稼稼げない人を稼がしてきた特に私はこの3年前に特にですけども生活保護の方をねやっぱりね稼がしたっていうその経験を重ねてきたことはものすごくね私のマインドセットに、うん、大きなあの変化をもたらしましたね。それまではねやっぱりある程度お金があって日々、えー、勤めに行っていて生活の安定があって でも将来を考えたらやばいよねっていう形で、その人が社会とか会社で培ったビジネスセンスの上に、えー、ネットビジネスってものを盛り込んでいくって形だったんで、あの、ライバルがね、本業だったんですよ。勤めてる会社の仕事が忙しくなるとネットビジネスが去っていくみたいなことがあったんで、だったらまた仕事が、あの、穏やかになってきてね、関西に入ってきたらこっちの方に戻ってくるなっていうような、揺り戻しが期待できたんですけども、でも生活保護の方って基本的には仕事をしてなくって、 あのその人のやる気とかモチベーションとか私たちには見えてないの他の要素であの私たちが伝えるビジネスとこう行ったり来たりするわけなんですよね。それっていうのはあのどこまで聞いても伝えてくれることではないですしうんやっぱりこうそういうのをいろいろ想定して想像して「あおそらくこのパターンで」 止まっっっててるんだろうなっていうふうないふに分かった上であのアドバイスをしてえ「なんでそんなこと分かるの?」って聞かれたら「それは分かるよ」って「だから俺のとこに来たんだろう」みたいなところでねなな、うん、なんかかかめててていいいくくととうかね一体化していくってところの思まあでも吉田さんが言うように今までのねちょっと話とは変わるんですけども一人のリーダーになるってことがめちゃくちゃ大事でその一人っていうのは私はね自分自身のリーダーになれるかどうかっていうことが一番一つ目だと思うんですよ。 自分を自分の考えて導いていきますかっていうことですよね。まあそう考えていくと、例えば第一生命のネオバンクっていうのがあるじゃないですか。これ、私は毎日やって、このリストとチャンネル登録をもってして、言ってみれば、10日間で5万ぐらいしか稼げないんですよ。こんなにいい案件。でも動画の再生数を合計するともう1万ぐらいになってるわけですよ。1万再生させてんのに、 全然1,500円のね儲かるやつをやってくれる人がそれに比べると極端に少ないって考えたら俺もまだまだだなと思うわけですよでもそれと比較して気が向いた時しかね第一生命ネオバンクのアプリを紹介しないとかしまいにはもう諦めてその動画も撮ってないみたいになるわけですよいやそれだとね1,500円に向かっていけない人に何何どういうふうなものをやっていけばいいのかなとかね じゃあ1万円の商品とか10万円の商品を売ることを進めていいのかってもちろん売れるかもしれないですよねそれはね売れるかもしれないけどもでもやっぱり10万円だって1000円の積み重ねだってことを考えたらまずは1人のリーダーになってそれが積み重なって100人のリーダー1000人のリーダーになっていくそして1円10円100円を大切に稼いでいくからこそそれが100万になり1000万になり1億になっていくと、まあ、この順序はなかなか変えられないのかなと思いますよね、うん 1>, 1円をおろそかにして目の前のお客さん1人をおろそかにして一体1億円ってのがねたどり着くんだろうかというところが私のまだ見えてないところかなと思います私はねやっぱり小さい金額を積み重ねていく小さな成功とか小さな喜びを積み上げて大義を成していくっていうふ、えー、うにピラミッド型でね考えていくもんだろうなと思いますそうじゃない限りはもうギャンブルになると思います博打に一発逆転 一気に1億だみたいなね。そうなると、軍手を落とすアルバイトみたいなのが気になり始めるんですよ。<laughs> 騙されやすくなるってことですよね。はい。じゃあ、以上のような形でございます。頑張って。